どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は前衛武器を使って感じた後衛武器にしてほしいこととなります。最近トライストリンガーばかりではなく裏で短射程武器を使うようにしていますが、使ってみるとやっぱ面白いですね。もともと短射程使いだったっていうのもあるんでね、前衛の動き方によってチームのラインを押し上げる役割があったので改めて楽しみを感じたところです。ですが同時にラインが上がりきらなかった時に感じることも多々ありました。そこで今回は前衛武器を使って改めて後衛にしてもらえると楽だなとかナイスと思ったことをまとめていきたいと思います。僕自身も注意しないといけないことも多かったので、一緒に考えてもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。さて早速タイトル回収をしたいと思いますが、前に出ることをしてほしいなと一番感じました。僕自身も今課題にしているものですね。前衛をしているとやるべきことはルールよりも前にラインを上げつつキルしながらさばききることだと思います。そうなった時にどうしても1対2の状況にはなりやすかったため、戦う以外は他の管理が難しいということが多々ありました。もちろんキルが取れれば塗りやルール関与をすることは可能ですが、やはり相打ちになるうちは難しいなというところですね。このあたりは本当実力の差が出るんじゃないかと思います。そこでやってほしいということが前に出てもらうということになりました。とにかく前に出ろというわけではないです。そこだけ注意してください。味方の距離に合わせて前に出るという点です。個人的には固定のポジションに居続ける公演の時はカバーが難しかったですね。距離も離れてますし、前線を上げたとしてもカバーももらえないので、孤立している状態ができてしまってるなぁとよく感じました。もちろん足場を整えたり塗りとかをしてくれるんですが、数の厚に負ける結果が多かったような気がします。自分自身も公演の時には前に出てない試合は同じ展開で負けにつながることが多かったので、前に出る、ある程度出るっていうことは大事かなと思いました。では、前に出ることについて、さらに細かくどういったことをして欲しかったのか、またはするといいのかというのをまとめてみたいと思います。前衛と後衛視点で話していきますので、両方の視点で聞いてもらえるといいかなと思います。個人的に感じたのは当たらなくてもいいから攻撃してますよという圧が欲しかったという点ですね。前衛視点での理由としては圧によって敵の攻撃が引き気味になるというのが特徴でした。強気になる武器も一部ありますが、ある程度対面を重ねた時下がる傾向がありましたね。また圧がある分足場も塗られるのでそれだけで戦いやすいというメリットもありました。こちらの逃げ場がありつつカバーがあるという安心感が結構大きかったですね。結果対面の勝率が上がるきっかけになるなぁと思いました。なんなら味方がキル取ってくれるとかありましたからね。逆に圧がない時は相手が前のめりで来るので結構辛かったです。相打ちになるきっかけにもなってましたね。でこれを後衛視点として考えると当たらねえっていうのが、一番最初来るかなと、そうなるかなと思います。なんですが結果的に足場を縫ったり敵を追い込むことが可能でした。もちろん前衛が倒せるといいですが、万が一負けた時にすぐカバーができる可能性が高まります。ここで1枚落とせれば生存人数をキープできますからね。これはかなり大事なことかと思います。どちらの視点でも倒す上では圧がかかっているということが大事な気がします。戦いやすさも違いますね。後衛自体はカバー力が試されるので、味方が戦っているところに攻撃するのは負担の軽減につながっているのではないかと思います。続いて感じたのは、防衛に早く戻りすぎることですね。悪いことはないんですが、ここから負け筋になることが多かったような気がします。前衛の視点として考えた場合なんですけど、前に押し上げて相手に圧をかけているので攻撃がしやすく潜伏もしやすいという環境が整います。ですが1デスした途端に敵陣近くまで進めた足場の塗りや状況を無視して自陣にこもるという状態になることがありました。
この状態になると中央より自陣寄りまで塗りが敵インクに追われるので一気に状況が変わるんですよね。これ結構多かったです。まあ、ワイプアウト取られた時と同じような状況ですね。でこの流れになるとキルが取れない限り前に上げることができないのですぐに状況が反対になります。このようなシーンではスペシャルやサブあわよくばメインでのキルなどして相手の足止めをしてもらえると嬉しかったなというところはありますね。逆に、まあ、攻撃視点からするとやっぱ難しい要求だなと思います。はい。なんですが試合の展開がガラッと変わるのでこの辺りはそうだね、やっぱ足止めしてもらえるとすごく助かるなっていうのは正直ありました。続いて攻撃視点で考えてみたいと思います。攻撃視点としては早めに引いて整えているつもりかもしれないですがポジションを気をつけたいというのがありますね。前衛が上がりやすいポジションを維持しているというのが改めて大事なような感じがしました。僕自身もやっぱ前線に上がるときにイカジャンでパッて飛べるかどうかっていう状況を見たときにあまりなかったんですよね。下がり続けててそれだったら塗りながらスペシャル溜めようってなりました。ちょっとした障害物で耐える練習が必要かもしれないですね。弓の場合はサブとスペで一気に使うのは重要そうな気がします。まあ、このあたりはやっぱ課題になる部分かなと思います。いかに前線で限られた場所で相手をさばききるっていうところですね。その自信がないとなかなか上がれないなっていうのを正直あります。まあ、戻りすぎないということは、まあ、前線のラインを下げすぎないということだから、まあ、改めて攻めの防衛に転じれるということを考えると、まあ、ここは習得していきたいなというところですね。やっぱ上手い人は下がり際が結構ギリギリですもんね。単純に下がってそうですけどやっぱギリギリのラインを維持してるなって気がします。なので上手い人は基本この線引きが上手いのではないかと思いますね。そうなるとメインの精度も上げないといけないのでやっぱこの辺りは頑張っていく部分かなと思います。最後になりますが一番難しいと感じたのは前線との距離を広げすぎないことかと思います。味方との距離感はすごい大事な気がしましたね。いくら射程があったとしても攻撃が届かなくなりますしね。では前衛視点からで話をしていきます。前衛の場合敵をキルしたタイミングなので前線を荒らすかスペを貯めると思います。人数有利ならチャンスなので前に上がっていきたいところですからね。防衛には上がってきてほしいというのが正直ありました。理由としてはその前衛と後衛の間に隙ができた隙間ができるっていう時です。なので挟み撃ちを食らいやすくなるんですよね。足場を取られるという状況ができて挟み撃ちに合うきっかけになることが多かったです。まあ、スペースが空くことにより敵が間に入りやすくなりますよね。逆に言えば挟み込みやすくなります。敵視点からすると、まあ、これにより潰されることが多々ありました。前衛からすると前に出てほしいところですが塗りが悪かったりすると前に出づらいので場所を作ってあげるっていう工夫も必要だなと思いました。とりあえず前に出てもらう工夫ですね。まあ、これは持ちつつ距離を空けすぎないっていうのが大事かなと思いました。じゃあ後衛視点で考えていきたいと思いますが前衛との間が広いっていう場合なんかとつっているなという感覚に陥りやすいかなと思います。まあ、勘違いになる時がありますよね。また足場が整っていればいいですが塗られていなかった場合攻めに転じづらいっていうのもあります。まあ、正直これがいいかな。自分で足場塗って前出ようと思ったタイミングで味方がやられてるっていうことも多々ありましたね。場合によっては前に出るタイミングで前衛が落ちてる時もあります。早すぎるのかもしれないですね。正直判断が難しいところなのかなと思ったりもします。ですがここで前に出られると味方が生存する可能性も上がるのでキルログや前線の位置は常に視野に入れておきたいですね。多分ですがこれに関しては先に話した2つの要素を加えた上での判断力が大事なのかなと思います。距離を空けているつもりはお互いないですからね。前に出るきっかけとしてワンテンポを置くのが大事なのかもしれないです。まあ、例えばちょっとだけ足場を整えたりキルをもう一つ取ったりしてスペを使ったりするのが大事なのかなという感じです。このあたりはすごく難しいですね。はい、ということで今回ここまでとなります。前衛武器を使って感じた後衛武器にしてほしいことはいかがでしたでしょうか。今回は前衛武器を使ってみての後衛の視点と混ぜてお話をしてみました。
前に出るという点から派生した考えになりますが、生かした視点で考えるとなかなか難しいことなんだなと思いますね。前に出るという単語にもたくさんの意味がありますし、状況も影響すると思います。ただ共通して思ったのは、足場の状況の良し悪しが前衛と後衛では全く感じるものが違うということですね。やっぱ塗りやすさとかで前に出る下がりやすさとかそういうのありますからね。ここはすごく改めて使ってみて感じました。まあ、このあたりを頭に入れた上で頑張ってトライストリンガーを使っていこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。